午後になるかなと思ってたんですけども、だいぶいい風がもう入ってますね。いやー、梅雨明け一発目の週末ですね。夏はね、サーマルで夕方にしかいい風がだいたい吹かないんですけど、今日はもう吹いてますね。いや、夏本番ということで初日から楽しめるっていうのは最高ですね。どうも、どうも、トッシーです。7月2日土曜日、今ちょうど午後の1時ぐらいになりますね。はい、今日も津久井浜にウィンドサーフィンをしに行きました。今日はですね、梅雨明け一発目です。はい、夏の海なんですが、いい風が入ってるんですよね。はい、ということで今日はですね、60ホイールで楽しみたいと思います。いやー、夏なのにこんないい風が入ってるのはもう最高ですね。だいたい南西の風が8メートルぐらい入ってますかね。いい風が入ってます。はい、ということで60ホイールですね。ではということで今から楽しみたいと思います。
あ、ついに心配していたことが起きてしまいました。見てください、これここね、ちぎれちゃってるんですよ。ここありますかね、ここ本当はこんな風に止まってるところが、突き破ってですね出てきちゃいました。あ、ここはしょうがないですね。はい、水で壊れるだろうなとは思ってるところなんで、はい、ということなので、レンタル品を貸してくれるということなので、ちょっとお借りしたいと思います。はい、どうも。ブームが壊れてしまいましたが、ショップからですね、ちょうどいいブームをお借りして、つけました。ということで、引き続き60ホイールを楽しんでいきたいと思います。いやー、吹いてますね、こりゃ楽しそう。じゃあ、行きたいと思います。
ですね。おっ、あ、やべ、降りちゃった。お、いいっすね。
だ風が吹いてます。だいたい6メートルから8メートルぐらいですかね。はい、ビーチを通って、まあ午後からですね、午後からいい風が吹き出して、はい、今まで18時まで風が吹いてて最高ですね。梅雨明け第1発目はこんな感じでした。いや、夏はね、本当に興味ある方はぜひ、福井浜に遊びに来てみてください。いやー最高っすね。いやーもうね、はい、ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。1,2,3,4,5,6,6馬力です。6馬力で取れるでしょうか。あ、8馬力ですね。8馬力です。逆回し、せーの、あ、行きました、はい、で、じゃあ俺たちこっち、はい、せーの、あ、抜ける抜ける。じゃあ俺こっち持ってんから、そっちでぐるぐる回して。 OK、 来ました。解決。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画いいなと思ってくれたら高評価をお願いします。また今後もウィンドサーフィンの動画などを投稿していきますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。